出テ破線形線一1厚み電鉄出テ破線形電車は厚み電鉄が申請した同社発の全構成4軸ボギー車。後年厚み電鉄が名古屋鉄道へ九州合併されたことに伴いもう1050型と解消された。1926年に日本車両製造で製造された厚み電鉄出テ破線1である。当時としては 画期的な全構成車体を採用している。試作車的な存在であり、製造数は1両のみである。1940年、名古屋鉄道が、厚見電鉄を合併すると、もう1050系1051へ解消、改称、改版、厚見線で運用される。全構成車体であったが、試作車であったことがわざいし、各部の腐食が激しくなる。そのため1952年に、 半構成化改造を受ける。1954年、名古屋鉄道が、厚見線新豊橋三河田原間を、豊橋鉄道へ譲渡すると、もう1050型も豊橋鉄道に譲渡される。豊橋鉄道では、単車で運用されていたが、二両編成を組むために1964年に、連結面貫通路と乗務員扉を新設。1966年には、 HL 制御化とパンタグラフ化などが行われる。1968年に社長に基づいても1400型に解消する。1971年には AB 制御化され、他社と連結運転が可能となる。1980年代半ばには実質旧社となり、1986年に廃社となる。ありがとうございます。